私とあんたです。こんにちは。こんにちは。チャンネル登録お願いします。お願いします。はい。はい、飲むか。え、何も、いいですよ。まあ、さっきのそのまま続きやってますが、ここでちょっと、そのガーランドっていうのを、倒しに行く前に、はい、ちょっと戦闘に慣れてもらわないといけないんで。戦闘ですか？うん。ドラクエとはまた違う戦闘形式になってるんで。戦闘って何？戦う。バンバン撃つんですか？撃たへんから。あ、撃たない、うん、あの、コマンド形式なんで、ドラクエみたいな感じで。あの、いえ、違う。で、この森の中ちょっと歩いてくれれば、敵が出てくるんで。あ、そういう可愛いやつですか？そう。あんま遠くはなれへん。そう、今出た。で、これ、ウルフ、この狼。あ、はい。で、まず、私はどうすればいいですか？うん、戦うやん。戦う。いいよ。で、選ぶ。選ぶ、ね。選んでいいですか？うん、で、金、あの、高地も、戦う。戦いますよ。うん。いいよ。で、私も、君も、そう。で、ウルフで、で、さんは、はい、魔法で攻撃。これ魔法、うん、魔法ですか？で、まあ、ウルフは、火が弱点なんで、はい。で、今のさっきファイヤー選んだんで、知らんけど、選んだ。選びました、私。うん、選んだ、選んだ。じゃあこれで、いいですか、うん、えいどうぞ勝手に、やってくれるから。今もう倒した。一撃や。で、これ。6経験値獲得、うん。はい、6経験値獲得しました。6ギル手に入れます。ギルはお金な。ギルで。あ、ギルって単位、うん。そんな感じで戦ってほしいのよ。あ、そういうことですね、うん。この辺行ったり来たりして。行ったり来たりして、あ、うん、あんまと考えないんです、うん。ゴブリン。ゴブリンさんで、はい。ゴブリンさんは。5体いるんで。何ですかこれ、私ながら押しまくってますけど、いいですか、いい。で、そう。戦う、ゴブリンさんで。うん、まあ、他の選んでもいいし。ゴブリンさんで、うん。で、戦います。魔法やな。さ魔法やな。ちょっと待って。まあ、ええよ、それ。え、ちょっとなんか違う。今、私、今、なんか違いますよね。うん、あれ、うん、あら、ちょっとごめんなさい。あんまり連打せへんように、ちゃんと選んでよ。一応倒したけど。で、これはもう連打でいいよ。誰かが倒すから、そう、A ボタン。これもう連打ですか、うん、私。じゃあ、うん、お願いします。これ倒した。はい。うん、7経験値獲得、うん。いいですか、これで。いい。80ギル手に入れました。あ、30ギル手に入れました。で、しばらくやってれば、レベルが上がるんで。あ、そういうことなんで、この、うん、チカチカってしてこれなんで。これは、あの、別に気にせんとして。あまり気にしない、気にしないで、ね。なんでチカチカなってるか知らない。それはもうそんなこと気にしないでね。そりゃそうだ、知ったことない、ね。そうだね。これはこの、超グリーンとこを。森に入ってるからね。超グリーンのとこの方がいいってことね。うん、そうじゃないとこ。うん、今度はゴブリンガード。これも一緒。戦います。うん、いいよ。戦います。うん、で、さん、いいよ、こっちで。こっちでいい、うん、はい。さん、魔法で。魔法で？で、まあ、どっちでも言えないけど、まあ、ファイヤーでしょうか。ファイヤーで、こう、例えば上の方とか選んで。上のファイヤー、お願いします、うんうん。え、これはもう放置していいですか？いい、放置して。放置で。放置状態で。うん。え、こんな、いいのこんなんで。いい。これ放置。これはもう一匹しかいいから、もう連打で。一匹なんですかこれ。タイム。わからんよ。とりあえず引きでいい。あ、タイム、引きでいいです。うん、ポケモンの時も言ったけど。いや、わからへん。一頭とか一人。一人かもしれんけどな。ピキなのかどうなのか、ニ、う、ン、ん、なのかわかんない、うん。13経験値獲得です。うん、54ギル手に入れました。あんたあれも。レベル上がりました。あんた、HP が27アップしました。まあ、ここは別に読まんでええけどな。そうですね。うん、そらそうやな。これね、こんな。幸運。こあ、こう。ラッキーや。そうですね。ラック。ラック。何や。ちょ、またこぼさんといてやもん。あ、これ。行かな。さんもレベルアップし、お、すごいですよ、このね、うん、昭和の人で、まあレベル上がったんで、一回ちょっとマッチ戻って
ちゃんと両手で持ちよし何が持ちよしなの。蓋をして、はい、あのちょっと私なんか大丈夫そうです。大丈夫です、連打でいいよ。これレベルも上がってるし連打って言った。いいもういい、まあ、今はもう、ね、あもういい、はい、連打って言われてずっと連打するね。なるほどね、あの、うん、アホーな、今この辺出る敵全部弱いから大丈夫いいですかこれ、ね、うん、で街入って入りますよ、うん、で宿屋ここ、ね、家の街でいいですか、うん、この宿屋に入ってなんかまだそういう風俗場とかいるんですか。いい品種はここはもういない、いない、ここいないですね、うん、そのカウンターでいらっしゃい、ここに泊まると30ギルだよ、うん、いいかなどうかな、いいです、うん、おやすみなさい、うん、寝てくれるわ、そこは噂で勝手にやる、うわーとか言わへんの、言わへん何やねそれドラクエとかそういうのあったけど、朝とか起きて、うんうん、みたいなないんだ、ないわ、あそういうのないね。淡々と終わった、うん、淡々と宿泊が終わりました、はい、そういうあの下ネタなしのはい、でこっちの方が下ネタがないの、おかしいな。で早速ちょっとレベル2になったんで、はい、ガーランド倒しに行こうかなと、はい、これ連打でいいよ、これはもう戦います、うん、ゴブリンで戦いますよ、うん、ゴブリンですか、これゴブリンでいいですか、これ、うん、これゴブリンって何の基本的に何のモチーフなんですか、うん、まあ、ゴブリンっていう、うん、そのロールプレイングゲームの中で割とそういう有名なモンスター、はい、まあ、小さい鬼って言われてるけど、ああそういうことね、はい、うん、分かりました。いやだからそのなんていうのね、いろいろいるやんか、いるいる世の中ね、いろいろこういう、はい、はい、まあ、何しろほら昭和やからね、うん、昭和関係ないけど、関係ないの、うん、30ギルですよね、うん、でどんどん上行くやん、はい、行きます、行きますよ、うん、この密林を、うん、ギャー、はい、うん、これも連打でいいよ。なんだかんだ私はあの森林がほんのは好きやからそうね、うん、知らんけど。で、この、いいよ。18ギル。うん。あ、またレベルアップ。ほんなら、一回またあれやな。アップ。うん。素早さがアップ。体力がアップ。すごかったな。高地がアップ。うん。HP が2アップ。うん。素早さがアップ。かわいいやん。もう一回やるやと思ろうか。知性がアップ。知性は魔法の効果に影響する。知性がアップするのに超嬉しいよね。賢いほど魔法の威力が上がるから、よかった、やっぱりね、知ってね、うん、分かってね、これはね、分かってるな、なんだかんだやめてあんたが名前つけたちょっともう一回戻ってここにすいません、せっかくやし、はい、戻りました、うん、魔法の法徳か、魔法ことか、ちょっと、イカウェイ行って、あ、止まってもいいで、先。いや、もう、止まりたくない。じゃあ、どうせ後で止まるから。止まりたくない。あ、そう。うん、じゃあ、止まります。もうさっきのね、店主に、言われるの嫌いから。何言われへんって。いらっしゃいね。こんな。30ギルだよ。三試合。おやすみなさいとか言われる。桂三試合。そう。しゃもうこれでこう 寝たなって全員寝たんだな、これでおとなしく、うん、ええベッドやで、これしかもこれおとなしくほんまに寝てんのみんな知らんなんかこうなんかこうそんな手出すし目を盗んで、うん、酒飲み行ったりな、そうなんか絶対誰も今寝たるし、この間と今寝てるし、ね、寝てんでみんないいからもうそういうでまずこみたいな白魔法、あそれいいよ、何この、うん、でこれこうとかな、リア、ちなみに魔法はリアですか、うん、後でまたあの買い直せるから私でいいですか、うん、これ
いらんでっていう魔法は、また後で買い直せるから。で、これも3つ覚えたからもう出て。私ね、うん、あの、知らんけど、うん、いくらだってやりますよ。あのね、いくらでも買うし。さっきファイヤーとサンダーこうだから、はいはい、次この間2つどっちかやないけど、はい。まあ、眠らす方がええかな。眠らして叩いた方がええから。スリープですね。うんうん、そうそうそう。はい。スリープね。はい。はい。さあ、どうぞ。うんうん、いいよ、もう出て。で、これでほぼほぼもう、もういけると思うね。どこに？そのガーランドっていうやつを倒しに。あ、じゃあ行きますね。お姫様のサラダと。どこかな、どこかな、うん、どこ？うん、いい、そこ。ちょっと泣いて、あ、こいつ逃がへんな。ちょっともう、ね、こっちにも行ける。この男、ほんとね。うん、こう。こういう男、てっきりの空気が。男が。ゲームやから。みんなもう、ゲームなんでも。ほんとこういうやつね。死ねゲームや。ね、でもこっちから出てこっち。ほんとにこういうね。押したら乗いてくれるね。人がね。グッと押したら。あのね、通ろうと思ってる時に、ああ、あの、いるやつね、こういう。いるな、うん。で、こっちから出て、違う。一緒した。あの、やつっていうのは、信じられない。なんでそんなトーンが低い。いや、信じられない。これ連打でいい。信じられへんで、みたいに。これ私、間違ってない、今。ゴブリン。ゴブリンさんで。これ絶対なんか誰かの、あれ、あだ名。ちなみにこのゴブリンは、ね、あ、誰かのあだ名。あ、違う、ゴブリン。このゲーム中で一番弱い。ドラクエ、弱いの。ドラクエで言うたらスライム。弱いのね、うん、これがね、うん。あ、ゴブリンさんがね。ドラクエで言うたらスライムのポジション。あー、うん、はい、わかりました。戦います。うん、こんなんもう普段踏んづけたら、しまい、うん、踏んづけたら、うん、えで、こっちこっちもうちょっとなんか言ったらもうすぐにおじゃってなる男と同じうん、そうやな、やきっとね、勘違いしてへーみたいな、そうなんだ大丈夫かこれそんな言いまくってるけど何がじゃあ大丈夫、なんだって別に大丈夫ですよ。酔っ払ってるんで。あ、そう、なんで、うん、なんでそんなこと言うの。いやほら、クレームが。え、クレームはこの子なんだよ。いや、知らんけどな。あ、何バカにしてる人。もうちょっとやべ。うん、そうそう。あ、男バカにしてる人。そうそう。これが、ガーランドが潜んでる。まあ、大体そういうクレームやつって、大体そういうやつや。今見えとったやろ。はい。あそこはガーランドっていう。やつが潜んでる洞窟やから、そこ入りますよ。笑いすぎやだ。はいはい、うん、入ってください。入ってください。入ってください。って何？入ったね今。入ってへんの。ちょっと待って。あ、そこに入んで。ここね。うん、こう寝方に入るってことですか、うん、私。うん。はどうしよう、入ろうかな、廃墟に。廃墟に。でこれな、まっすぐ上に行ったらおるわ。で、そう直前止まって。この辺で。これガーランドもう今見えてるやん。はい、止まったよ。で、スタートボタン押して。はい。で、これセーブができるから。え、今、私セーブするんですか私。今からそうする。はい。はい、セーブします。そうすると、例えばガーランドに負けても、はい。またそっからやり直せるから。え、これでいいでしょうか私、これで、うん。いいよ。で、はい。これまでのデータに上書きして、うん、ゲームをセーブします。うん、はい、します。上上、うん。はい。データをセーブしました。うん、そこまで読まない。で、B ボタンで一回戻って。はい、はい。あ、A ボタンだ。押して。で、B ボタン。あれ、何言ってんの ?B ボタン、B。あれ、何言ってんの、これガーランドな。はい、ガーランドで。で、これ、セーラ姫や。あ、かわいいセーラ姫。うん。人質の。この人と話すと、戦闘になるから。はい、王女の命と引き換えに、コーネリアはついに、私のものとなります。うん、あ、そうなんですか。うん。え、じゃあどうしたらいいんですか、私。いや、これから戦う。何者だ、うん、貴様たち、うん。そうか、国王の手先か。うん、だが、
私が誰だか分かってるのか。ナイトの中のナイトと言われたこのガーランドの剣に叶うと思ってんのか。とバカやつ本当に。そこまで言うけ。ほんで、こっからまたこれボスな初戦初めてのボス戦。あ、そうです、そうです、ね、であの、はい、今まで戦った敵より全然強い。そうですね。でまずまあわしと高次は戦うでええわ。ちょっとが戦いましたこれ。で高次も戦う、これ選んで。じゃあこれだったら戦う、うん、はい。で君な魔法で、はい、この防御力を上げる魔法。プロテスタントで、うん、はい。プロテスタントでね。でこのどっちかでまあ君の方がやからまずは。この君を、うん、はい。わしやろ。え？いいねんで。あ、で、さんは、はい、魔法で攻撃したいんで、違う違う。あ、違う。魔法で。うん、どっちもええ。サンダーで、サンダーでお願いします。うんうん、いいですか、はい、はい。はい、お願いします。行ってください。うん、はい、もう、コテンパにやつけて、血だらけの、ちみちみどろの、あれでお願いします。もうね、死ぬに決まってんね、こんなことしたら。うんで、また。あ、そうですか。さっきで。じゃあ、戦いますね。いいよ。で、戦います。うん。で、君また魔法で。はい。で、今度、また今度プロテスト。です。これを、ね、さんに。違う違う。もう戻して。あ、いい。で、さん。違う違う。魔法で。はい。で、さんに、下を踏む。これですね。あ、そうそう。はい。はい、行ってください。で、じゃあ、そこ、さん魔法。さんは魔法ですよ、うん、そで、このどっちか。もうこれね。それが眠らす魔法やから。じゃあ、サンダーでお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。さん死にそうやな。さんすぐ死ぬから。そんな言うたんか。え、違う。いい。じゃあ、うん、さんなってたから、ね、君またあのほんと下手だったんだけど、いい、君また魔法で、あ、魔法でね、うん、で、ケア、これ体力回復する魔法やから、ケアケアで、これはさんに今17しかない、さんお願いします、さんでお願いします、うん、魔法魔法魔法でお願いします、サンダーでお願いします、うん、はい、いいよ、えいえいほんとそうなん、そうなんだ、危ないな、あのね、もう私はね、ないや、下ネタがどうとか言ってる、いやまだほら、女としてはね、うん、もう魅力がないって言われたわよ。あ、声張ってくれていい。あ、そうね。女としてね。いい。あ、いいです。わしと高次は君の戦うで。あのこのね、こんなことね、大学生の。あ、いいですかこれで。そうやな。これでいいですか。高次にちょっと回復した方がいいな。ケアで。高次。そうそうそう。それで？うん。魔法で。魔法で。サンダーで。うん。サンダー好きやな。私もサンダー大好きですよ。あ、ごめんなさい。いい、あ、すいません。いいねいいね。あ、倒した方が倒した。で、ああ！倒しました。リアクションが。違う。そう。倒したね、これ倒します、倒します、32経験値を獲得しました、はい、はい、250ギルを結構、結構くれる、はい、で、それ今、お姫様が今倒れてる、お姫様を倒れてるお姫様に、うん、チューしたいんですか、チューしたい、それ眠れるの森のなんだよ、あ、そうですか、え、あなた方が助けてくれたのですね、うん、私はコーネリア国の王女セーラ、うんうん、感謝の言葉もありません、うん、あのガーランドで打ち勝ったものは初めてです、うんうん、ぜひお礼をさせてください、うん、共にコーネリア城へおいでください、ここで勝手にお城に戻る、あ、そういうことね、うん、ちょっとからもうね、でよくぞ王女を助け出して、うん、よくぞ王女を助け出してくれた、うん、そなたらこそルカーンの予言にあった光の戦士に違いあるまい、うん、そなたらの予言に全てを伝えよう、うん、この世を暗黒に染まりしとき4人の光の戦士現れ、うん、てんてんてん、うん、戦士たちは光のかけらを
携え、うん、闇の力にとらわれし4つのクリスタルに輝きを取り戻さん、うん、北の大陸にもクリスタルがあると聞くとちょっとなんか眠たい魔物の魔法この世を消し去るにはクリスタルの輝きを取り戻すしかないのだ、はい、約束通り、うん、北の大陸への橋を架けよう、うん、そなたらが4つのクリスタルとそして、うん、このような輝きを取り戻せることを願っておるぞ祈っておるぞ、うん、でこの、まあ、これであれなのかなかかるのかな橋でこの大姫様と話じゃあだからちょっとあ姫これはコーネリア、うん、ここの王女に代々伝わりリュートですリュートって知ってるガーランドが私のとともに城から持ち去ったものです何かの役に立つかもしれませんこれをお持ちになってください死にそうやけどリュートってわかるえ何リュート何リュートって何やらしいもんやらしいもん違うギターみたいな楽器やあ違うやつやでも大事やらしくねあこれさっき聞いた踊り子はいろんな情報を持ってるのじゃん、うん、そうそうや道に迷った時は話しかけてみると言うじゃろ、うん、あすいません、うん、あれ終わりかこのハゲ親父は大体ハゲ親父ってそうまっすぐしたいそうそう大体ハゲ親父ってそうやな、うん、あの何か言って 何か知ってるかなと思って何が欲しいのもういいティッシュかあいいですよだれが外出てよだれがなんでかよだれが。なんでちょっとあの。あ、そうですね。はい、ほらほら。あー、やめて動かせない。動かせない。ここであの、壊れた橋を、直してくれんのよ、はい、王様が。コーネリアの兵士が。え、これはもうそんな紀元前の話ですか国王のご命令だ。紀元前ってない。ルカーンの夢のため、力になれと。え、違う、いいや、知らんけどエジプトどんどん治っていこう、これあ、すごいです、すごいですよ紀元前何世紀みたいなうわもうなんか、ね知らんけどはい橋が治りましたよと、はい、この橋が予言と関係あるのかうんいやそら橋ある関係あるでしょ、まあ、えちょっと待ってコーネリアに彼らが現れたそうだ、うん、4人の光の戦士たちが、うん、そらそうやんなそやなそらそうやんで一回コーネリアの城ですこっち外下はいでガーランドと戦ったんでこっち街入りそうでちょっとやるやと思ってあいいですか、うん、私宿に泊まる権利回復してんのか知らんけど、うん、いいいらっしゃいませんあ、違う、いらっしゃいここに乗ったら授業だよいらっしゃいいいかなどうかなあ、止まりますああ止まりますよ、そんなおやすみなさい、うん、おやすみなさい、おやすみなさい、うん、これ、ほんと何もしないの何もないこんな知りじゃない、そこは別に気にせんでいいやん、ゲーム、子供もやるゲームあ、そう、子供、あ、そうや、ごめんなさいごめんなさい、すみませんいやらしいことついね、こういうね、おかしいな不思議やな。あ、出た出た。で、アイテム買ってこが上に。ほんとすぐね、そういうね、ことな。もうすぐ、嫌ね。嫌ね。君や。ほんと嫌ね、私って。じゃあ、ほんとに。最近思うけど、そう。押したノックで。ちょっと、もうほんとにね。最近思った、それに最近気づいて。何買おうか。ね、ポーション欲しい。いくらでも買います。うん、あ、まあ、ポーションを。はい。じゃあ、何のポーションですか ?40 円。ポーションとは4つ買おうかえちょっと待ってくださいポーション買うだからあと3つや2つやあそうそうそう120ギリですよ、うん、で毒消しも欲しいな毒消し2つぐらい買おうとくかうんこれでとりあえずいいわあいいですとりあえずうんフェニックスこれフェニックスのっていうのは、はい、死んだ人を生き返らせられる結構便利な道具。うん。これはまだちょっとお金が全然ないから。フェニックスのってないですか。フェニックスのお。あ。尻尾や。
の王か、うん、あそうです、えこれ寝袋、あそうね、うん、寝袋かな、手袋ちゃうで、かけるかけるで外で全然関係ないから、うん、そして、うん、こっちから出たい、もうね出たいな、そうそう出たいな、あごめんなさい出てない、出てあれあれだけちょっと今なんかここおかしな、で出たはずなのに、でこっちからこっちに入ったい、ね、コーネギア、でこっちな橋渡、橋渡んねん、コーネギアのくだらない町に、うん、くだらない言うたの、くだらない、あくだらなくないです、でここでよだれが、はい何やねやっとプロローグ、あこっから旅に、冒険の旅にこれからやっと出発、やっとですか今から、こんな今やっと1時間ぐらい経ったけど、隠して探求の旅が始まりました、うん、始まりました、4人の若者は若者ちゃうけど光の戦士として、誰でも死んでるしな、そうですね、自ら与えられた使命の大きさと待ち受けるであろう、うん、波乱の海、うん、めまいさえ、あもうもうほんとめまい覚えます、もう最近ね4人の若者がその意味さえ知らずに、うん、携えた4つのクリスタル、うん、はるか昔その中には大いなる輝きが宿っていたという、うん、大いなさあ旅立つのだ、うん、いいねこのゆっくりした感じ、うん、この世界を覆う、うん、暗黒を振り払い、うん、再び光の輝きをこの世に、うん、いいねこの点々点が、うん、この世に点々点点点点で大体こと足りるっていうのあとは勝手に想像してくれみたいな感じやんないやそれがいいやだから、それがいいね、このねなんかちょっとなんかアジアな感じ、うん、なんかちょっとエンディングっぽいけど、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジーファンタジーってもう外国人が発音したらどうなるのねほんであのさっきお城の町の人が言ったかもしれんけど、はい、東に行くと、はい、プラボカっていう港町があると、はい、そこまで行きましょうか、なんか知らんけど相手行きますよ、うんうん、こっちな右右ずっと東に、うん、私行きますよ、そんな遠くないと思うから、うわ何、ああそういうことね、うん、はい、これ連打でよ、はい、うん、私何この私がなんかもうすごい振り回してこれ斧ですか、斧です、ハンマー、あハンマー、ハンマーこうてハンマーを振り回すっていう、うん、そういうあの何、そういうあの下品な攻撃下品な攻撃刃物が持てへんで、ボコボコにするってことじゃん、そうそうそう、ボコボコする、ボクサスややろ、だから言ってんの、下品な攻撃や喜んでるけど、あまたレベル上がったもん、よっしゃよっしゃ、ボクサスしたねってことでしょ、そうそうそう早いな、このボクサスだから怖いって言ってんの、さっきからいいよ、そう、連打でいいよ、で、そう、で、また右ずっと行くやん、この、あの、これは山、リアス式海岸に沿っていていいんですか、どこがリアス式トカゲだと、あ、トカゲねじゃあ、あ、リザード、リザード、リザード、君ちょっと魔法で、じゃあ私さんシーズン、トライで魔法で、魔法で、はい、ケアル、これ回復魔法なんだ、ケア、ケア、ケア、うん、ケアでいいですか、うんうん、これ、はい、君に私です、うん、はい、で、まあそれはさんは何でもいいね、魔法でもいい、じゃあさん魔法で、うん、やっぱ、ね、年配者なんで、うん、ちょっともうそこはね、うん、そういう感じでお願いします、そうそうそう、やばい、死んだ私死んだんですか、早速死んだ、私死んだんですか、でも私ね、足ね、足ここは最近ね、うん、あの冗談じゃなくて、うん、よく死ぬ意味見るんですよ、何やねんそれいや、あっさり死んだな、まだ敵強すぎんな、一回戻ろうか、冗談じゃなくて、うん、本当にね、あのちょっと戻ろうか、冗談みたいに死ぬのよ、私じゃあ死んだとどうなんですか、これ逃げようか、あ、うん、逃げる、うん、あ、じゃあ逃げ、あー違う、逃げます、逃げさせて、うん、いいですね、うん、逃げ、で逃げます、いい、逃げます。ちょっと逃げます。いい。敵強いな。逃げていいですか。逃げていいです。で、こっち行ってどうなる。
生き返らずに戻るから。それがね、私逃げた、逃げずに死んだんですよね。うん、夢でか。夢で、もちろん。ああで、今生きてるから、もう逃げてでも一応。で、その夢で、うん、死ぬの。上を押せばすぐ逃げるんだ。そういうのってさ、そういうのないや。そういうのってちょっと言わんとこそんです、急に。急に。こっちね。で、マチ履いてほしい。それで、私は、死ぬの、とにかくね。マチに入る。やめて。それで、で、どっかに、教会があるね。あ、またその牧師さんのとこね。そう探せと。そうそう、この辺に。教会を探すと、確か。この辺にあるわ。そこ上。教会の。それ、これ教会ちゃうかな。はい、違うか。あ、いや。あ、いたわー、このおじいちゃん。私を生き返らせるのかね。はい。はい、お願いします。私を生き返らせるのか。あ、なんだかんだから宗教のおじさんお金取るから。そうやな。魂を蘇れー。初めて使った、私。どういうこと？いや、なかなか死ぬことないからな。え、どういうことする？で、いいね。何で、で、また、宿屋泊まってから行く。何で、なんだ？じゃあ、なら、宿屋泊まって。そうやってね。死ぬことがないから。よかったな、じゃあ死見れて。そうやな。死んだやつなんか、そう見れたもんやらへんのに。見れてよかったな。よかったやん。な。そうやな。なあ、あんたさん。ああ。それで泊まって。いらっしゃい。ここに泊まると30ギルだよ。ああ。いいかな、どうかな。はい、泊まります。ああ。ここに人おるな。これ喋っとくか。おやすみなさい。じじいがおる。あ、じゃあおじいちゃんの相手したようか、じゃあな、夜中に起きて、こそこそ起きて。そういう言い方やめろ。なんでおじいちゃんの相手。なんでおじいちゃんの相手するには夜中にこそこそ起きて、話し相手やねん。おじいちゃんは大体夜中起きてへんから。そうやな。そうやな。じゃあ、なんでそんなおじいちゃんの相手って、話し相手するって嫌がんの、そんな話し方やめろとか言う。何度も同じこと言うから。装備についてわしが教えて、いいわ。ほら。初心者のやり方なんでしょ。いやな、装備は武器と防具に分かれているのじゃ。うん、そうです。わかりました。うん、武器を装備すると、うん、攻撃力を上げることができるぞ。うん、防具には鎧、盾、兜、コテの4種類がある。うん、体に着るものや、うん、腕は、が鎧に当たるのじゃ。うん、盾は手に持つもの、兜は頭に被るものだ。うん、手に入れた武器や防具は、メニューで装備しないと意味がないから気をつけるのじゃぞ。うん、最強を選ぶと。うん、最強や。持っている装備の中から、自動的に一番強いものを装備できるぞ。うんうん、まあ、それはあんまりあれやけど。私アイテムのことなら私にお任せじゃ。うん、せっかくだから聞いていきな。はい、聞いていきます。うん、ポーションや毒消しはたくさん持って、いつも多めに買っといた方がいいよ。うん、節約にもなるから、次は手袋、うん、テント、コテージじゃ。え？寝袋や。寝袋ね。フィールド。HP 回復、MP 回復ができる優れものじゃぞ。なんで？笑ってごまかすのよ。あるかどうかはいろいろ試してみることじゃない、うん、これわしが大体わかってるから。そうですね、うん、そうで大事なものがあります、うん、大事なものの中にはなんて大事なものの中には重要な場所で使うと効果が出るものがあるから、うんうん、お前はほんまに気をつけてちゃんと見とけよ。行く手を阻む魔物について聞きたいのか、うん、はい、じゃあ聞きます。魔物にはいろいろな種類がいて、うん、それぞれに弱点があります、はい。弱点を見つけることで有利な戦いができるだ、うん、何を笑って。これも大体わしが覚えてるから。例えば、水辺の魔物は雷に弱いです。うん、サンダーの魔法なら、大きなダメージを与えられるし、うん、武器の中にも特定の魔物に強いものがあるらしいですよ。うんうん、はい、もういいよ。ですよ。はい、もういいよ。うん、はい、いいですよ。じゃあ、ここのおじさんに、うん、おじさん、え、
おじさん、おじさん、いない、ね、いなかったです、おじさんは。うん、ほんなら、まあ、出て、どうしよう、ここで一回やめようか。あ、セーブして。じゃあやめますよ。わ、うん、かんないけど、はい。うん。ないよ、後で、セーブは。という感じで、はい。まあ、いきなりちょっと死なかったけど。私も死ぬの大好きですから。レベルをちょっと上げてから行こうか、収録外で。次の目的地は、はい、そのプラボカっていう港町が東にある。わかんないですけど、私さっき行こうとしてたとこへ。あ、港町のとこね、うん、マグロがあるらしい。まあそういう町があるんで、まあ、とりあえずそこに進みましょうで。何か知らんけど、ね、で行く途中でまああっさりしなかったから。あ、そうですか。なのでそんな鈴木さんなんですね、本当は。まあまあちょっと、うん、で、1個2個ぐらいレベル上げてから、はい。まあ、行くと。次回。いやいや、ニコニコしとんな。ので、まあ、レベルは収録外で、2個ぐらい上げて、時間かかるんで。あ、そうなんですか。うん。で、それ終わってから、まあ、行きましょうかと。はい。よろしいですか。そうします。うん。じゃあ、今回はとりあえずもうすぐまた40分になるんで、うん。この白出るまでにそんな時間かかるかっていう感じだけど。怒らんといて。まあ初心者。全然怒らないです。はい、よろしいですか。はい、先生。では、はい、本当に最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。